マ a x i m u m t r a v 一緒に探検しようぜ,ようぜさてさてマックス e ポートの時間です YO THE TALK SHOW LISTENER の皆さん TOM G 葵さんどうもどうもどうも久々ですよね今回はねちょっとアメリカの変な一日のことを紹介しますあのですね最近は ちょっとを車を借りてシアトルアメリカの西海岸にあるのシアトルの近くでちょっとをまあ旅をしましたドライビングをしましたちっちゃい島にはねだから植物とか動物とかはめちゃくちゃ多かった天気が良かったしそして運転中である交差点にはちょっとを初めて発見したのもの初めて見たもの を見ましたそれはね鹿だった。でも普通の鹿ではありません。真っ白、真っ白の鹿。えこえ これ何だろうなとかと思いました例えばタイとかにいたらタイにはねなんかあの王様のなんていうのエンブレム王様のイメージはいー白いの象さんとかあっその感じかなと思いましただから車からちょっと出て写真を撮って映像も少し撮っていろんな鹿がいたそれはちょっと畑の中にはねいろんな鹿がいてそしてその鹿の中には23匹ぐらいは真っ白だったそして他の鹿にも少し 少し白い毛も入っとったからおこれ何でしょうな白い鹿があるがし全然知らなかっただからちょっとインターネットで調べてニューヨーク州、まあ、全然違うの東海岸のニューヨーク州でもありますみたい今にはねあんまりハンティングとかされてないからそう,、ね、そういう遺伝子は出すことできるあの続くことできるみたいからあれは結構びっくりしましただからまだまだ車に乗って運転してチェリー旅 するの夫婦を見ました、まあ、それはニュースではありませんけどちょっと面白いことは普通のチェリーに乗ったではありませんマウンタンバイクとかママチェリーじゃなくてペニーファーゼングっていうチェリー。 まあ、それは、あの、名前が分からないと思いますですけど、もウィキ e ディア見たら分かる。それとか、僕たちの、え、YouTube とか見たら、写真も映像見ることができる。それはね、そのペニファーゼングは、もちろん、ウィールが2つがある。で、マイノウィールは、めちゃくちゃ大きい。 めちゃくちゃでかい、もう160センチぐらいの高さがある、そして後ろのウィールはめちゃくちゃちっちゃい、なんかもうバスケットボールとかサッカーボールと同じサイズぐらいですよね。そういうチャリーは19世紀、ヴィクトリア時代、ということは1890年、あの頃とかはちょっと人気があった。そしてそのチャリー、めちゃくちゃ珍しい、古いのチャリー。 19世紀のチェリーに乗った男性はあの時代の洋服も着たも、ね、全部ウールウールばっかりちっちゃいのかわいい帽子メガネもちょっとあの時代って感じ、うん、そして後ろに続いたの奥さんは あのペニーファージング、ウィールはめちゃくちゃ大きいのチャリーではないけど、なんかちょっと古いなとか、ちょっとママチャリーに似てるけど、クラシックなママチャリーじゃないかな、そして彼女の洋服もウールばかり、いいね、ちょっと大きいドレス。 なんかちっちゃい帽子もかぶってえ何かなだからちょっと手振ってちょっと止まってちょっと彼らと会話をしました実は彼らはねあのすごくそのヴィクトリア時代19世紀の周りぐらい1890年代とかの生活が大好きみたいだからこの2人は なんかんかどうかわからないけどであって恋に落ちて結婚してそういう時代1 9な1 9 0年代ぐらいの時代の生活をやりましょうだからあまり電気を使わない氷を買って氷はその電気の,なあの冷蔵庫の中に入れて、ね、あの食べ物も向こうの中に行くと電気はあまり使わない そして彼女はね、こうセット、こうセットはね、あれ、日版みたい。毎日着る。もう、全部、向こうっぽい、あの時代っぽいの生活にやっている。<laughs> あの、そして、まあ、じゃあ、ありがとう、話してくれてありがとうって感じ、バイバイ、いい旅をしてください。実は、あの、彼らはね、なんだか週末は数十キロぐらいで、そういうチャリで、ちょっと、旅をする。で、あの、その大きい、ペニーファージングのチャリーに乗るという、めちゃくちゃ、 難しいじゃないかなとかと思っててちょっと映像を撮ってその YouTube とかを見てくださいどうやってその昔のチェリーに乗るとかあの旅するとかはえまあ見てくださいちょ,ちょっとちょっと面白いんじゃないかなと思いましたまあということはアメリカに行ったら全然プランプラニングがない探検にすればいろんな面白い人と出会うことできるそういう人を見たら絶対声をかけてください そそししてて写真撮ってくださいそれはマックスリポートでしたこの番組は俊輔フィルムの提供でお送りいたしました。